皆さんこんばんは。10月4日金曜日午後8時となりました。 MC の土屋圭一です。今日からスタートした新番組、土屋圭一の車の話、サポーテッドバイプレソフィアですけれどもね、やっぱりこの番組はもうね、僕ね、東京 FM って25年ぶりぐらいなんですよ。10年間やってそっから JF に行っちゃったんですけれどもね、また帰ってきましたよ。ウルトラマンみたいなもんですけれども、まあ東京 FM のお聞きのリスナーの皆さんはもう多分僕と同じぐらいの年代になってんじゃないかな。50代とかね、60代とかさ、そういう年代の方もね、聞いてらっしゃったと思うんですけれどもね、これからまた新しい番組始まりますけれども、皆さんよろしくお願いします。さてこの番組はテリー土屋の車の話、この裏話ですとかね、様々なゲストを招いて、まあ車に関わるあれこれをトークしていく番組です。テリー土屋の車の話、この公式 YouTube でもこのラジオ番組の収録が、この模様をですね、発信していきますので、皆さんぜひチェックしてみてください。そしてこのラジオ番組では音のスペシャリストゲストにお迎えしております。音響監督美馬さんです。そして声優藤原拓海、三木慎一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、緊張します。何言ってんの、みまちゃん。いや。音響監督よ。いや、音響監督ですけど、喋りのプロじゃありませんので。日本を代表する音響監督。いや、やめてください。こっぱずかしいです。そして、藤原拓海。はい、声をやらせていただいてます。藤原拓海って呼ばれちゃってる。はい、新一郎でございます。よろしくお願いします。もう、みきちゃんの声だと、世界中のイニディのファンがみんな知ってんですよ。だから僕、毎月海外行ってんですけども、やっぱね、こう匠は匠はっていうから、たまにほら、ミキちゃんとさ、美馬さんもそうだけど、一緒に飲んだりするじゃないですか。はい、食事したり、はい。あの写真を僕は上げるんですよ、Facebook に。そう、海外が反応するの。おぉ、ありがたい。匠は酒飲むのかとか。ミキちゃんじゃないんだよ。匠はさ、何の酒が好きなんだろう。なるほど、うん。うるせえよ、俺が呼ばれてんだよ、この国にっていう。まあ、だからこんな感じで、はい、まあ、こんな感じでね、はいはい、今回はやっぱこの3人でこの番組を進めていきたいなと、はい、まずはやっぱりこの3人が集まったらイニシャル D だろう、うん、これやっぱこう日本のファンもそうですけれども、海外のファンも、はい、イニ D ファンすごい多い、多いですね、ね、はい、多いよ。だけどさ、知り合ったのって20何年前だよね。そうですね、この3人がね、集まったの、はい、だから美馬ちゃんはその頃はさ、はい、やっぱどんなアニメやってたの？その頃ですか、うん、もうポケモンはやってました、ね、ポケモンね、はい、ポケモン鈴木アグリンちの孫が大好きなんだ。そうですか、わかりました、メモしときます、メモ、ね、だからポケモンみんな好きだよね、うん、そうですね、そうですね、なんかね、お子さんたちの登竜門というか、そこから入っていただけるんで、ね、そうだよね、はい、僕も20年ぐらいですか、そう、小次郎、小次郎をやってたんで、ね、小次郎やってたの、はい、今土屋さん、今ですか。俺はもう、三木慎一郎イコールイニシャル D、まあ、そうですね、ですからね、だよね、はい、はい、だそこが声優さんのすごいところですよね、こうキャラクター作りというか、すごいよね、小次郎やってたんだ、はい、まあ、最近すっかり出てきませんけど。すっかり出てこないの。はい、あ、そう、はい、ポケモンもう下火なの。いえ、そんなことはございません。何をしたんですか。すごいよね、はい、ポケモンだってほら世界中でファンが、世界中に、ね、アニメファン多いでしょ。そうです、多いです。音響監督っていうのは、はい、どういう仕事なんですか。音響監督はですね、まあ監督さんの意向を、忠実にこう再現するというか、まあ通訳みたいなもので、監督が、右って言ったら、ミキさん、こっちの方ですよっていう風に誘うというか、うん、アニメの監督ってやっぱこう癖ありますよね。まあ、言えねえか。言えねえ。そんなことないですか。いやいや、あります、あります。個性はね。だからそういうのに応えていかなきゃいけないわけでしょ、作品ごとに。はい。です。で、我々っていうのはできませんは言えないので。あ、そう。そうですよ。できませんさ、仕事なくなっちゃうんで。ああ。ね、一番難しかったアニメって何ですか。一番もうお亡くなりになってしまったんですけど、うん、コン監督という方がいらっしゃいまして、うん、はい、その監督の東京ゴッドファーザーズとか、うん、パプリカっていう作品、うん、コン監督が厳しくて、あ、そう、はい、なかなか OK が出ないの、出ないんですよ。それは
声優さんが OK 出ないの？監督全てでしたね。効果音から音楽から声優さんの芝居から、うん、あ、そう、はい、声優としてミキちゃんはどうなの？あの一番こう大変だったなっていう仕事って。はい、僕自身がですか？うん、いや、逆に言うと大変じゃない仕事はあまりないかな。あの人の人生を借りてるお仕事じゃないですか。ああ、そっか。はい。なのでその僕深いね。ね、僕の声で喋るその彼がまず OK してくれたら嬉しいなっていうふうな思いもありつつ、うん、そして監督だって論経監督の OK をいただかなきゃいけないので、うん、そういう意味で言うと押しなべて誰かの人生を借りてるんだっていう思いで、うん、あるので、うん、どれも等しく難しいかなっていう、うん、藤原拓海よく喋るね。まあ劇中では喋りませんからね。イニディなんか全然喋れないといけないじゃんね。30分間はい、はい、二言とかの回あった、ね、息だけとかありました。あ、ありましたね。走ってるだけでさ、はい、でもギャラは一緒ですから。ああ、いいじゃんミキちゃん。あ、そっちっちゃうんだ。払ってる側、払ってる側。はい、まあ、というわけでね、もう本当音響監督の美馬さん、そして声優の三木慎一郎さん、はい、まあやっぱこうイニディって長かったじゃないですか、うん、はい、期間が。あれどうでした？大変でした？そうですね、一気に作ったわけじゃないので、うん、1年やって1年休んでとか、うん、1年やって、うん、そうですよ、2年休んでとか、でまた劇場の中で入ってきたんで、うんうん、こう気持ちをそこに持っていくの大変ですよね。ああ、そっか。はい。で、その間で、津屋さんにお世話になって、こう、音を取りに、うん、お届けっていう。まあ、僕からすると、恐怖であり、楽しみであり。音ボケ。音、ロケです。ボケじゃ、ボケじゃない。それは俺じゃないですか。ほっといてください。それは楽しかったです。だけど、長かったよね、イニシャル D ね。長かったです。長かったです。長すと、20年ぐらいですか？やってますよね。やってます。だって、音響監督、今さん。はい。僕がこうその音を出すじゃないですか、うんうんうん、86にしろ FD にしろそのサバンナから何からさ、はい、MR2 から、はい、ゲロ吐いてたもんね。いや、そりゃそうです。どういう状況でゲロ吐いてたのか説明しないと。いやいや、だからもう土屋さんの運転でスキル音を取るわけですから、はい、車内にいて、助手席にいてマイクを握りしめて自分は声出しちゃいけないわけですよ。それなのに土屋さんは声を出させようという運転を、もうサービス精神が旺盛すぎて、で、ニコニコしてるんですよ。もう、車横に流れてるんですよ。だから俺は、もう初めての体験だったんで、非常にドキドキしてたんですけど、いや、だけどね、終わった後楽しいんですよ。その話をして、土屋さんとご飯食べ、お酒を飲むっていう夜のね、晩の。これがまた楽しくて。まあ、だけどさ、そのイニディファンって、音でわかるんだよね。はいはいはい、そうなんです、ね、本当にこの 34GTR のスキーローンは土屋圭一じゃないみたいなさ、うんうん、だそこが怖いよね、イニディファンってね。そうなんですね。1回2回土屋さんとのスケジュールが合わなくて、うん、他のドライバーでやらせていただいた時の感じなんです ね、うん、ね、はい、それで聞き分けちゃうんです、ね、聞き分けるよね、イニディファンってね、はい。あとエンジン音もそうです。2速か3速かっていうのもよく来ます。うん、ああ、そうだよね。ここの上り、3速で上れんのとか2速じゃないのとか。そうだよね。はい。でもアニメ上ね、難しいですよ、そこ。はい、いや、だから、本当イニシャル D のファンって、実写に乗ってるかゲームやってるか、どっちかなんで、すごい詳しいんだよ。詳しいっすね。そのコーナーに入っていくときに、いや、ここで3速で上げないでしょとかね。3のまま行くでしょ、レブ当てないんじゃないのとかさ、やっぱね、そういうのがさ、もう重野秀一の魂が乗り移ったようなファンが多いわけよ。そうですね、やっぱりあの音取りはね、美馬さんは本当大変だったと思うよ。大変でしたね。インプとかランエボなんかさ、はい、あんまりドリフトしないじゃん、4駆だから。そうですね。だけどスキルオン出さなきゃいけないじゃない、うん、だから限界速度域が高いわけよ。だからやっぱね、美馬さんがうっともうっとも言わなくなった時が一番やばいんだよ。何も言わない。気を失ってんじゃねえかなみたいなね、うん。だからあれを何年もさ、はい、だから何年もやったっていうのはやっぱその重野秀一の名前をその崩さないために我々としたら、うんうん、その最初は 4AG のノーマルエンジン、はい、ね、その藤原拓海がさ豆腐屋で、うん、豆腐配達してる時は、ね、だけどバトルが始まると今度は親父がチューニングするんだよね、はい、4AG のライトチューンに持っていくわけ、はい、
そっから1万回転まで回る 4AG のフルチューンエンジンですね。だからそういうエンジンを毎回毎回俺作ってたもんね。素晴らしい。いやだけどそれはやっぱその重野秀一先生を、あ、やっぱすごいな、あの先生の作った作品はって言われたでしょ、我々は。そうですね。だからそういう意味ではあの当時ね、ほんと美馬ちゃんに、あ、なんでなんかエンジンの音変わってる、そうなんだよ、フルチューンにしたんだよとかさ、ね、でもフルチューンで、フルチューンで音取りしてると壊れちゃう時があるわけよ、1万回転回してると。じゃあ次が5バルブ、5バルブっていうと今ミキちゃんが乗ってる AE86 に乗ってるエンジンだよね。そうです、はい、あれ5バルブでしょ。そうです、そうです。だからあの5バルブのフルチューンにして、だからやっぱりそのイニディファンって音で分かるわけよ、はい、あ、なんか5バルブの音だこれ、ね、でそっからやっぱりさ、その RX-7FD だとか 34GTR だとか、ああいうのと勝負するのにはパワーで負けちゃうじゃない。はい、そうですね。だからもう 7AG のエンジン作ったりね、だからその都度その都度やっぱり音取りするときはエンジン作ってましたよ、うん、すごい。いやだからイニディファンってずっとこう何十年もついてきてくれるんじゃない、うんうん、そうですね、いまだにですからね、うん、だってミキちゃんも僕もそうだけど、世界中にそのイベントに呼ばれるわけよ、うん、で必ずイニディコーナーがある、うん、あります。本当に実写が飾ってあるんですよ、うん、チリでもこの間行ったアメリカテキサスでもそうでしたし、うん、それで自分の私物にサインをしてあげるんですけども、うん、その時のお客様の7割8割はイニディグッズでした。そうね。てかね、うん、どこの国へ行っても藤原トーク店の86があるんだよ。AE86 が。本当にそうですね。ぜひ、クライアントの皆様、あの、お聞きでしたら音響家とかも呼んでもらっていいですか。もう現場、あの、現場に行かないじゃないですか。裏方なんで。うん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 、だ現場に行くと、やっぱファンの方たちのこうね、うん、目がキラキラ輝いていて、すごく喜んでいらっしゃるってわかるんですけど、本当にそこの接するところがないので、うん、だから本当にミキさんとこう、レースをやったりしてサーキットに行くと初めてこうファンの方として、うん、やっぱイニティの人気ってすごいんだな、重野先生の人気ってって、いや本当にすごい思います、うん、はい、でもドリフトを広めた土屋さんの力もね、それはもう、まあまあ、そんなものはさ、もう古い話じゃない。1984年に俺がドリフトキングっていうね、うん、名前を称号をいただいて、うん、このいただいたのがやっぱり八重洲出版のカウボーイっていう、もうなくなっちゃって、はい、雑誌もなくなっちゃってるんだけど、うん、そのカウボーイの編集長だった池田光雄さんがね、うん、僕がその86のレースを、富士フレッシュマンレースだったの、その当時、はいはい、それで雨の中ドリフトしながらスカイラインの RS ターボなんか抜いたりして雨の中で、それを見て、あ、この人はドリフトキングだって、そっから始まったの。そうなんです。そう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 。それでなんだかんだ重野先生ってその頃って大学生だったの、重野秀一先生。おお、大学生で、でバリバリ伝説っていうバイクの、はいはいはい、知ってる、はい、知ってます。僕それでバイクのレーサー目指したんですよ、一時期。 そのバリバリ伝説を書いてたんだよ、うん、大学生の時で。そのバリバリ伝説で結構儲かったんだろうね、あの大学生。86の新車買って乗ってた。あおー、だから当時大学生で86の新車ってすごいよ、はい、うん、俺なんかニコイチの86 50万で買って持ってたんだから。ニコイチだった、ニコイチだった、金がないんだから。だからそういう時代にさ、重野先生はバリバリ伝説を書いて、そっから僕は86を86年からチャンピオン取ってってやって、うん、ホットバージョンが、はい、AE86 伝説みたいなさ、86クラブを作ったわけ、はい、そっからその FD とか FC とか MR2 とかやっつけてくっていう、そっからだよね、イニシャル D を書き始めたのが。うーん、だからあの人の頭の中は、うん、もう溝落としだとかジャンピングドリフトだとか、はい、そんなのばっかりだったと思うよ。なるほど、うん、そうか、そうですね。僕自慢じゃないんですけど、はい、もう二十何年イニシャル D から MF ゴーストの担当してるんですけど、うん、はいはい、重野先生にお会いしたことないんですよ。ないの？ないんですよ。いやだから最初イニシャル D の話が来たの、アニメ化が、うん、アニメ化が来た時に、うん、その重野先生のお宅に行くでしょ、事務所だったかな、うん、ホットバージョンが全巻並んでるわけよ、すごい、ベストモータリングと、はいはい、だから重野先生に、これ匠って俺ですよねって言ったら、違いますよ、僕が考えたんです。いや重野先生それさ、水落としとかさ、うん、3ヶ月前にホットバージョンでやってるよね俺、うん、言ったら、いや僕が考えたんです。そんなことあったんですか。いやだからそれは面白かったよね、うん、もう絶対認めないわけ、俺だっていうのを、うんうん、もう重野さんは
水落として俺があの薄い峠でやってる技ですよね。いや、僕が考えたんです。違います。だから、あの作品っていうかさ、うん、あのストーリーがすごく面白かったの、はいはい、俺の中では。だからやっぱり、その、重野先生を怪我しちゃいけないなっていうので、うん、主役の藤原拓海の AE86 に関しては、毎回毎回エンジンをレベルアップしていくっていうのが、その、俺が重野さんに対する思いかな。うん、ああ、素敵ですね、でもね、そういうの。ね、ね、なんか嬉しい。あの、今、津屋さんがおっしゃったところ、MA ゴーストでやってるから。うん、今、ね、86、うん、同じように今、番組と同じようにチューンをしていて、ああ、そっかそっか。近づけて、それで乗って体感してるんですけど、うんうん、なんか嬉しいな、うん。うん。やっぱさ、その原作者の思いをね、ね、うんはい、潰しちゃいけないよね。そうなんですよね。ね、俺らの仕事ってさ、うん、やっぱこう、原作者が、あ、いいアニメに感じてくれたなっていうさ、うん、その一言が欲しいじゃない。うん、実質 ね。声優としてもそうですね、うん、まあそこは。で、漫画を読んだ時のその面白さを、なんか無駄にしちゃいけなくて、うん、この面白さをもっと他の人に伝えたいなと思って作ってる側作ってるんですけど。うんうん、まあ、美馬ちゃんは熱いからね。熱いっす。本当熱いっす。いや、もう土屋さんがスタジオにいらっしゃって、土屋圭一さんの役をやった時はもう楽しかった。ああ。土屋さんにこんなディレクションできるなんて、そんな時ないからね。イニディで。イニディで。あ、そっか。はい。ミキちゃんはどうなの？ミキちゃんは、やっぱ藤原拓海やってて、なんか辛かったとこさ、難しいなと思ったところは。いや、でも、藤原拓海自身は、そんなに本来やる気は最初ないじゃないですか。うん、でもできちゃうっていうところ、うん、周りがすごいっていうぐらいのことができちゃうっていう、そのバランスをどうやってセリフで取っていくかっていう。うん、テンションが上がんないもんね、藤原拓海ってね。そうなんですよ。ね、で本当に1回目か何かの時かな、あのドリフトできるしている役がすごい素敵だなって思って喋、うんうん、ったら、それは車好きのミキさんが出てますって言われて、ミキさんは楽しんじゃダメですって言われて、ああ最初の方ありましたね、そういうのは。ああ、そう。ただやっぱり彼が見ている空間とかを体感、まあ僕はそこまで運転できないけど、うん、したくて、僕もやっぱ86を買って、うん、あのストーリーが進むと同じようにエンジン変えたり、うん、黒本にしたりとかってしていくと、うん、彼が見てる空間は一緒じゃないですか。うん、そういう意味で言うと、芝居で一個嘘を想像で埋めなくていいなっていうところはありましたね。ミキちゃんは、はい、じゃあイニディ始まって1年目で AE86 を買ったの？1年目ぐらいですかね。始まってすぐ買ってましたよね、比較的。そうだね。好きだね。最初もう本当に50万で僕も買って、うんうん、それからいろいろ手を変え品を変えしていって、今なんか400-500万するよ。本当ですよね。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。さあ、それでは後半になってきましたよ。もう時間も短いよね、はい、本当ですね。だけどほら、金曜日の20時ってさ、みんななんかこうどっか旅行に行くとかさ、あ、帰ってくるとかさ、仕事の帰りとか、うん、皆さん聞いてらっしゃるじゃないですか、はい、ね。だからやっぱこう嬉しいね。でもうこのイニディファンがたくさんいるじゃない、はい、うん、そうですね。そういうのが嬉しいよね、うん、この番組聞き終わった時にイニディファンが走りに出るっていう可能性もありますよ。あるかもしんないね。日本全国の峠に、ね。いや、もう昔は放送した時に、うん、放送終わった後に、あの、走る方がもうみんな峠に集まるっていうんで、うん、そういう噂聞きました。うん、イニシャル D を見て AE86 を買いましたとかさ、うん、はい、MF ゴーストを見て GT86 買いましたとかっていう子が多い。うんうんうん、だからもう、そのミキちゃんの時代って50万で AE86 買えたけど、うんうん、今の子たちってさ、そうですね、AE86 400万、500万出して買ってんだよ。まあ、本当に、あの、憧れてて、うん、それで、アルバイトでお金貯めて、うん、社会人になって、初めてもらった給料で満額行って、買いましたみたいな子も実際にいらっしゃったりしましたからね。いるよね。はい。だからやっぱさ、我々の思いとしては、うん、その、イニディを大事にしてくれるファンには特にそうなんだけど、うん、騙されないでほしいわけよ。確かに。ね。もうエンジンルーム開けたら、これはどう見てもノーマルエンジンでしょう、うん、オーバーホールしてないでしょうっていうさ、
ミッションもちょっとこうその辺から転がして乗ってみたらミッションガラガラ言うし、うん、これはミッションオーバーホールしてないでしょみたいなね、ボンネット開けてエンジンルームのここだけちょっとネジ新しいのはどうなのみたいなと思ったんですよね。と思うんだよね。だからやっぱりそのイニディを大事にしてくれるファンの皆さんがあちらを買うときはやっぱ騙されないでちゃんとしたところで買ってほしいなと、そうですね、ね、思うよね。はい、本当にそう思います。ぜひね、それでわからないことがあったら、うん、ぜひこの番組にね、土屋さん宛に。土屋さん宛に。俺が答えるの。このショップに行くなとか俺が言う。いや、ショップに行くなは言わないですよ。これはこうした方がいいとか、俺はこうしてるよなんて教えてもらえると。あとでめちゃめちゃ聞きたい俺。そう思わない？結構さ、ね、騙されてる子が多いよね。その、FD にしろ、はい、32334GTR にしろさ、うん、やっぱこう、俺なんかが見て、いや、これ、2000万で買ったの、うん、っていうね、うん、GTR 系を。だからそういうのはね、割とある。うん、あ、だからそういう、騙されないでほしいな、うん、と思います。そうです ね、 ショップ選びは皆さん慎重に。そうそうそう。していただいて、ね、特にね、高価になってきてるからね。高いんね、今。本当です、ね。その JDM が高いの、うん。JDM ってもう世界中でさ、うん、もう高値で取引されて、うん、日本車って。だからそこでね、ノーマルエンジン乗せててもわかんないじゃない、フルチューンだよなんて。そうですね、一、うん、回あったよそういうの。あ、そうなんですか。言えるわけねえだろ。え、どこで聞けるんですか。これは言えない。あのね、 ある国なんだけどね、はい、うん、まあ、隣の国だね。お、この86は2000万で買ったんだ土屋だから、うん、エンジンルーム開けたらこれ解体屋に転がってたエンジンだよなみたいな、 ありましたよ。なんかそれ分かっちゃうとこっちも心痛いですよね。痛い、うん、騙されたんだねって言えないじゃない、はい、確かね、本人は2000万で買った86だからさ、はいはい、うん、っていうのがありましたよ。なるほど、それを気をつけていただきたい、うん、ね、本当だよね。ぜひ皆さん気をつけてね、はい、慎重に購入してください。そうです、はいはい、ということでこの番組はね、テリー土屋の車の話から始まって、はい、まあ、こういう番組が出来上がったわけですけれどもね、はい、まあありがたいじゃない、こっからが始まってくんですよ。これが第1週目。いや、ありがたいですね、ね、本当に。第1回からね。で、1番目は、もうなんだかんだ言ってもさ、金曜日の20時で、はい、ゴールで、皆さん聞いてらっしゃる。はい。ね、はい、まあとりあえずは、このイニディから始まってくんですけれどもね、はい、美馬ちゃんはまあ、ほぼレギュラーにしとこうかな。いや、ありがたいですね。で、もう、ミキちゃんもそうだね。はい。で、その他にこう、声優さんを皆さんのリクエストに応じて、声優さんを呼んでいくようなさ、はい、そんな番組にしていきたいと思います。はい。はい、ね。そうですね。はい、楽しみです。はい、ね、楽しみですよ。はい。東京 FM から土屋圭一がお届けしてきました、土屋圭一の車の話、サポーテッドバイプレソフィア。まあ、この辺で第1回が終了です。美馬ちゃん、美希ちゃん、いかがだったでしょうか。ね、もう短い。短いですね。あっという間です。あっという間ですね。短いね。短いです。短い、全然足りない。まだまだ、まだイニシャル D ネタありますよ。はい、いっぱいありますね。はい。ありますよね。はい、あります。はい。美希さんがナレーションを務める MF ゴースト。いよいよセカンドシーズン。そうなんです。スタート。始まります。はい。東京 MX では深夜24時からの放送と、はい、いうことですね。見てください、皆さん。はい、来週のゲストも豪華。MF ゴーストでヒロインを演じる声優のさくらちゃん。おっと。おー、さくらちゃん連れてくる美馬ちゃん。はい、急にテンション上がった。いや、MF ゴーストですからね。ね、はい、まあそうだよね。はい。まだまだ全然ね、話足りないから、また来ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ください。ありがとうございました。はい。さて、番組では皆さんからいろんな話、話してほしい内容を募集しております。メッセージを添えて、番組ホームページからご応募ください。そして番組では X や YouTube もやっております。スタジアの模様アップしているのでぜひフォローしてください。感想は車の話をつけてポストしてくださいね。そして東京 MX で毎月第1、3、5週目の日曜日朝8時から放送中のテリー土屋の車の話、こちらも絶対見てください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。土屋圭一でした。東京 FM から始まりました土屋圭一の車の話、金曜日夜8時です。ご覧ください、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 お願いします、お願いします。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。改造車買取専門店、改造車買取本舗。
高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。